はい、皆さんこんにちは、紀藤です。前回なんだっけな、山猫を連れて帰ってきたんだっけな。あれ、山猫どこや。あれ、これは山猫を連れて帰ってきた気がするけど、どこにやったっけ。あれ待って、俺は山猫をどこに置いた。ここウサギ小屋やな。前回何だっけ、山猫ハウスを作るっつって終わったような気がする。ちょっともうあかんって、最近なんかバタバタしすぎてて。あれ、俺は山猫を連れて帰ったよな。どこにやった？どっかにはいるはずなんだが。あれ、俺連れて帰ってこなかったっけ。あ、キツネが育ってる。かわいい、かわいいね。いや、なんか前回確か山猫ハウスを作るぜっつって終わった気がするんだけど、俺は猫ちゃんをどこにやったんだ。まあいいや、作ろう。なんか作ってたら、あ、ここにいたってなるよ、多分。キツネ増やそう。いい。かわいいな。で、このスイートベリーはね、お肉屋さんが取引してくれるから、またテラコッタを使って山猫ハウスを作りたいんで、エメラルドをね、エメラルドが必要だし、お肉屋さんとの取引のためにちょっと1列くらいかな。OK。 それにしても俺はマジで山猫さんをどこにしまったんや。お肉屋さん、テラコッタ、そう、これを使いたいの。黒色のなんとかテラコッタ。他に黒いテラコッタをくれる人が、桃色のやつも気になるけどな。でもなんか、
黒だな。他にいないかね、この黒いテラコッタを交換してくれる人。マジで行方不明。俺の猫ちゃんは一体どこに行ったんだ。あ、そう、このダイヤモンドの面じゃん。シルクタッチの方に修繕をつけてないんだよね。だからそう、修繕をつけたくて今村人をちょっと修繕持ってる人いないかっていう。効率強化持ってる人がいる。効率強化。効率強化4。これは強い。エンチャントもね、今ちょうどレベルが、経験値が溜まってるし。効率強化も、とりあえず、この修繕つけてる方、効率強化つけたいな。5。よっしゃ。これではかどるぞ。で、あとは、この辺の村人さんたちの取引も解放したいんだが、あれ、さっきのどこ行った？ドロップ増加、ドロップ増加もな、つけたいんだけど、まあでもとりあえずあれかな、猫ちゃんの家はこの辺に作りたいんで、このうさぎハウスみたいな感じかな、うさぎハウスみたいな感じで作る予定。村人さんと取引をして材料テラコッタを集めつつ、まあこの辺の山とかも削って、エメラルドをこの石とエメラルドを交換してもらいつつ、でサトウキビ育ったらサトウキビを回収して、なんだっけ、そう、司書さんのエンチャントの取引を解放しつつかな。夜になってしまう。ちょっとベッドをこっちに連れてこようかな。いいか。なんか不審者がいるんですが。行
雲の目とかはな、特にいらないんだけど、この辺明るくしないとね、モンスター湧きまくりじゃないですか。クリーパーさんもいるし、危険。寝よ。モンスターが近くにいるため眠れません。ちょっとぼちぼち街灯的なものも設置してやった方がいいのかな。おはようございます。あれ、黒いテラコッタを交換してくれる。黒テラコッタ屋さんがどこだ。違う、これもかっこいいな。薄灰色のなんとかテラコッタ。かな、案外ここにもいっぱい。これもこれ薄、あ、赤も、なんかいろいろ、こんなんあったの。赤もかっこいいけど、この辺のなんか張り出してるところ、俺が中途半端に削ったもんだから、張り出してるところがずっと気になってんだよね。早いとこ修繕をつけないと。この丸石を焼く手間が省けるっていうのは、石炭の節約的にも。ちゃんと修繕つけときたいからね。山がだんだん薄っぺらくなっていっている。
拾えてないな。なんかアイテムがギチギチになってきている。どんどん交換していこう。サトウキビ畑、ここもな、高さを揃えたい気もするんだけどな。ただこれ、まあひたすらでもこうブロックを置いていくだけなんだけど、またそれを一からやるのがめんどくさいんだよね。めんどくさいけどやりだしたらやっちゃうよね。で、修繕持ってる人いないな。前の村とかに戻った方が早いんだろうか、修繕を手に入れるには。でもさっさと修繕を手に入れるなら入れてしまった方が安心してこの山掘りができるよね。
また日が暮れてきたな。めっちゃ広い。おはようございます。そういえばいつの間にか村人がこの朝一キラキラしなくなったな。黒いテラコッタ屋さんはどちら？上か？違う。君か？違う。黒いテラコッタ屋さんはどこですか？わかりやすいように、あ、まだ更新されてなかった。ボートかなんかに捕獲しておいた方がいいような気もするけど。当たり前のようにこの平らな部分を広げていく作業をするようになったな。とりあえずこう、目の届く範囲に遮るものがないぐらい、地平線が見えるぐらいまで広げたいんだけど、さすがに時間かかりすぎるかね。まちまちまやってりゃそのうち
そこまでいけそうな気はするけど。この辺の土も。この辺の土は、埋め立てに使用します。さて、黒い散らこった屋さん、黒い散らこった屋さんは、あ、いたいた。今土持っててもちょっと邪魔くさいだけだな。もう無心になって作業してしまうんだが、今ふと見たら時間が、これはでも気が遠くなる。結構時間かかるぞ、山猫ハウスができるまで。まあでも、もうひたすらやるしかないからね。次回もこんな感じで山を削り、村人と取引をしていく感じです。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。